こいしょ。今から夕飯を作ります。もうお気づきかと思いますが、今日の動画は夜ご飯をただただ作る動画になっております。作るものも見たことあるよって感じだと思うんですけど、お時間のある方とちょっとでも興味のある方が見ていただけたら嬉しいかなと思い撮影してみましたので、よかったら最後までご覧ください。それではスタート。辻チャンネル。そうしましたらですね、今日の夜ご飯は冷蔵庫にあるもので、こちらのカチカチになったひき肉がございますので、あとピーマン3個と人参と玉ねぎがあるので、ドライカレー的なやつだなと思って、もうさ時間も6時なんですよ。気づけば今日は朝からコアを送ってメガネを作りに行ったのよ。メガネをね2個作ったの。1個は普通の、だってこういう普通のメガネなんですけど、外に出るとこう紫外線を浴びるとこれが若干こう茶色くなって、サングラスとまではいかないけど眩しさを抑えてくれるみたいなメガネになってます。あともう1個は普通にパソコンの作業をすることが多かったりするので、そういう時のためのブルーライトカットを入れたメガネっていうのを2個ね作ってきました。そうで、そのまま今日はコアを12時半ごろお迎えに行って、その後このメガネを受け取りに行ったりとか、あとはちょっと私の病院があったりとか、あともう1個連載してるウィズの連載のインタビューをやったりとかしてて、気づけばもう6時。今日パパも帰ってくるの遅いし、ご飯はいらないので子供たちだけだし、ドライカレーだねっていう感じ。ちなみに今飲んでるやつは家のカフェラテです。ちなみにこのね、私の洋服見えないけど、今日の洋服はですね、じゃん、こんな感じの、下はパープルのズボン履いてます。これユニクロで、このトップスがアンジュシャルムの新作です。これブラウス、なんかワンピースとしても着られるんですけど、私はパンツ、カラーパンツと合わせて着ました。こんな感じで着ております。素材的にはちょっとこうシャカシャカとしたナイロンっぽい素材っていうんですか、なのでちょっと透けてるぐらいのすごく薄いやつです。で、定番のパセリのエプロンです。これももうじき新色が発売になります。絶対可愛いと思うよ、新色も。ピンクは安定ですね。そんなこんなでサクッと、もうかれこれ5分以上回ってますが、ブンブンチョッパーでどんどんいきますよ。なんかいつも夜ご飯作ってるから、そもそもバッシーに最近夜ご飯の動画ないねって言われて、私的にはなんか毎日ご飯作ってるからそんな感覚なくって、動画的に料理動画が全然なかったみたいで、撮れる時あったらぜひみたいな感じどうせご飯は作るもんだしと思って今回して見てるわけですよ。ただ本当に私料理のレパートリー本当にないからさ、そんななんか珍しいもんとか作っても子供ら食べないし、いつもなんか一緒ルーティーンみたいな感じ。言ったらこのドライカレーも普通のカレー作るよりも手間はかかるわけじゃん。でも子供たちからしたらこのドライカレーよりも普通のゴロゴロしたカレーがいいらしい。そっちの方が喜ぶし食べてくれんのよ。本当は普通のカレーの方がいいっちゃいいんだけど、ただ普通にカレーってどうなの、いいのかなみたいな感じだから、普通のカレーじゃなくてドライカレーにしてみたんだけど、別にそこも大して変わらん。このみじん切りがさ、手間っちゃ手間じゃない。しかも私これドライカレーって言ってるけど、なんかドライカレーじゃない説あるんだよ。私の中ではドライカレーなの。全てを細かくして煮込んだカレーがドライカレーって言ってたんだけど、ドライカレーじゃないっていう噂っていうかご意見というかあるらしい。
さ、フォアはさ、ピーマンが本当に食べないんです。緑が嫌でさ、もうそもそも。だから、ドライカレーね、食べない可能性の方が高くって、だからもう最悪、そのカレーが出来上がったら、そのカレーをフードプロセッサー的なこうミキサーでかけちゃおうかなって思って、もう何もわかんないぐらいに、スープみたいにしちゃおうかなって思ってます。具なしカレーだよぐらいの勢いのカレーにしちゃおうかなって思ってる。回るかな、回るかしら。な、全然言ってなかったんだけど、フォアが保育園年少さんのタイミングの去年ですね、だから4月の前までの保育園事情なんですけど、一回その奈良市で去年春頃行ってたんですね、保育園に。全然言ってなかったんだけど、今やっとね克服できたのでお話しするんですけど、フォアがその同い年ぐらいの子がいるとちょっとこう恐怖心っていうのが芽生えちゃってて、怖い怖いみたいな、もうだから公園行くにも同い年ぐらいっていうか、もうそう子供がいっぱいいるともう怖い怖いみたいな感じになっちゃってて、それでも泣いてでも最初保育園に奈良市でこう行かせてたんですけど、なんかちょっとね畜生みたいな感じに一瞬なっちゃったことがあって、私とマター君と話して無理やり行かせなくっても、まあ、2年保育っていう考えもいいかもねみたいな、ゆっくりゆっくり慣らしていければいいかもねってちょっと夫婦で話し合って、保育園のことについて結構コメントがあったりしてるんですけど、こういうことがあって一回保育園をお休みしてたっていう感じなんです。ただやっぱ成長とともにそういう恐怖心だったりとか、あと言葉が結構ちゃんとこう通じるようになったっていうか、こう理解ができるようになってきたから、そういう面でだいぶ変わったのよ。克服できるようになって、今年の4月からちゃんとこう行くようになったんですね、保育園に行けるようになって。ただ最初からねがっつりってなるとまたちょっとかわいそうだったりするので、お昼ご飯食べた後にお迎えみたいな感じで今慣らして行ってるの、保育園に。先週ちょっと体調壊した時もあったんですけど、園に行ってからは泣くこともなく結構楽しんできてくれて、ご飯も自分なりに頑張って食べてくれてるみたいで、だからさ虫とかも好きなんだけど触るのが苦手だったのね今まで。でもやっぱりそういう保育園とかで友達と遊びながら虫探したりとかしててさ、そうダンゴムシが触れるようになったんです。フォアがそういうのも成長だなと思って、フォアのペースでゆっくりゆっくり今園に慣らしている状態ではあるんですけど、ただねやっぱりね通い始めて1週間経った後は熱を出したりとか、夜泣きっていうか結構夜中に泣いちゃったりとかすごいあったんですけど、前あったそのチックの症状みたいなものは今のところなく、寝る前も明日行くって楽しみっていうか、うん、行かなきゃいけないっていうのを認識して分かっているから、なんかねほんとその辺は良かったなと思って、だから逆に今までねそれについて触れてこなかったので、フォアの保育園に対してコメント結構来てたんですけど、なんかその辺はちょっと申し訳なかったなと思って、でやっとね克服できたというか、笑顔で園にちょっとずつ通えるようになってきたからこそちょっとお伝えしようと思ってお話ししてみました。新生活がバッバタバタすぎて、もう春休みからバタバタしてたっていうか、これどっかの動画でも言ったんかな、卒業式からバタバタしてた、言ったら3月、いやそれこそタークの誕生日とかもバタバタしてた、なんか3月入ってからバタバタしてたんかな、バタバタしてて新学期始まって、あとまあ仕事もバタバタしててみたいな感じで、久しぶりに私が倒れたとまでは言わないけど起き上がれなくなっちゃって、もうね、なんだろう、とにかく栄養ドリンクを飲んで耐えるみたいな、別に熱が出るわけでも咳とかが出るわけでもなくって、ただただ起き上がれないみたいな日がねあったの。もうご飯も湯豆腐しか食べられないみたいな、今だから言えるけどマジで本当にあの時はねやばかった。
メンタルもやばかった。今だいぶ復活しまして、その時は正直なんか夕飯を動画を撮るとか YouTube の動画を撮る余裕も正直なくて、夜ご飯は作ってたけどもう回して喋るとか気力もなくて、作るのに必死っていうかもうやることとか、なんかいろいろ久しぶりにいっぱいいっぱいになったの。今だから言えるけどって感じ。それこそね、そう、近所にメガネ屋さんがオープンしたわけですよ。オープンした時はちょっとコアと一緒に初めて行ったんだけど、そのさ、コアがいる中でさ、メガネを選んでさ、試着してさ、なんか度数を選んでさとかさ、さすがにさできないからさ、できないっていうか大変だったからさ、やっとコアが午前中保育園に笑顔で行ける、この安心して送り出せるようになった今、メガネをほんと一人でゆっくりとじっくりと選んで買いに行くことができました。で、なんかほんとその保育園鳴らすタイミングは私も一緒に保育園行って、子供たちと全力で2時間園庭で遊ぶみたいな何日かやっててさ、私の仕事はないんだけど、その保育園行ってコアが慣れるために園庭で遊ぶのに、子供たちから私は先生って言われて遊んでた、子供たちと全力で。その時結構天気が良すぎて、もう本当にねくったくたりだって午前中で、その甲斐あってかさっとコアが園に慣れてくれたので頑張ってよかったと思って。そうだからなんかね、思いのほか保育園でコアが行き出して2、3時間離れるから寂しくなるかななんて思ったんですけど、すごいゆっくりとメガネを買い物しまして、試着してゆっくりとした時間を過ごせた気がしちゃってメガネを作りに行って帰ってきて洗濯をゆっくり畳んでみたいなことをして、ご飯も食べたのよ一人でそんな感じのね、なんかね一人時間を今日は過ごしてました。あ、なんで私やだ、すごい今喋りながら無意識にカレーの類入れてたけどまだ入れたくない、戻します。ちょっと煮込んで、もっと気になるかなって思ったんですけど、気にはなってたんだけど今日は大丈夫だったかな。言うても今日何日目だ、鳴らしが1週間ぐらいあって、その後数日間まあ一人で2時間ぐらい行ったりとかしてて、体調を壊してみたいな時期があって、また行き出して数日経ってるので、今日は買い物行ったけど今日まではいつでも迎えに行きます、行けますっていうスタイルをとってたので、今日はね心配もなく一人時間をゆっくりさせてもらいました。でもなんかちょうどいいっちゃちょうどいい、なんかお昼過ぎに迎えに行くぐらいがなんか仕事ない日はねいいかなって思ってさ、今日午後が仕事だったので午前中はそんな感じだったんですけど、どん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 みんなが成長していきますね。やばい、カレー粉がこれしかない、嘘だろ、カレー粉がないじゃん、2かけらしかない、あとこれしかないんだけどさ、バターチキンカレー、チキン入ってないけどこれにするか、ハッシュドビーフ、ビーフでもないけど、え、やば、なんで私はルーを見ずにカレーを作ろうって思ったんだろう。人参とピーマンと玉ねぎを見たからだね。あとひき肉ね。待ってどうしよう。バターチキンってこれ美味しいかな。どうなんだろう。やばいかな。わかんないけど、ちょっと鶏肉の、まだカチカチの鶏肉いるから、ちょっとここにチキン足します。チキンを足せば、バターチキンでもまあいいでしょう。本当はさ、あれもやろうと思ってたの。茶碗蒸し。できるかな。今全然忘れてた。茶碗蒸しをね、コアにね、この間食べたいって言われてて、ただ椎茸がないのよ。なんか、セイが、セイのキノコ。これでいけるかな？茶碗蒸し。なんだこのキノコは。ちょっとわからないけど。もうこのまま入れていいかな？焼いた方が美味しいよね。でも、鶏肉、焼くか。カレー用の鶏肉と、茶碗蒸し用の鶏肉と、けるじゃん。ただ三つ葉とか何にもないからあるもの茶碗蒸しなんだけど、美味しいかどうかわかんない。やばくないそれも、うん、まあこんなもんです。いつもはい、そしたら鶏肉出します。そしたらチキ
チキンカレーにもなるでしょ。このままちょっと煮込んで、2かけらのカレー粉とそのバターチキンカレー入れちゃう。もうドライカレーでもない、やばい。で、茶碗蒸しも椎茸ないので、せーの、食べれるけど名前が分かんないキノコ入れて作る。こちらだし、急いで作るから、なんかそんなに食べないかな、ここでいっか。もうね、白だしさえあれば茶碗蒸しはすぐできる。多分動画にもあるけど、卵の3倍のだしを作って、そして合体させます。ただもう茶碗蒸しのだしは完成なので、よいしょ。もうドライカレーじゃなくなったので、ちょっとシャバシャバでいきます。カレーは。ポキョンとかな。ああ、蒸しは。やばい、ポキョンとか出ない。やべ、足んないじゃん。全然足んないじゃん。3人分しかない。足りなかった。なんだ？茶碗蒸し。茶碗蒸し。よいしょ。たくさんにしていきますか。卵粉ないからカニカマ入れよう。こうやって貼れますか？やばい、沈む。ねっか。うんうん、おいしい。そっちゃんめっちゃおいしい。バターチキンカレー良いよ良いよ。はい、そうしたらあとはみんな大好きブロッコリーを茹でます。はい、ブロッコリーを茹でます。はあ、急がねば。ご飯が炊けた。もうあと10分で7時になります。もうブロッコリーが茹だればいける。茶碗蒸しはおやつでいきます。よいしょ。蓋はアルミ、何も落ちてないけど。中身が鶏肉と名前がわからないキノコとカニカマ。はい、ということで今日の夕飯はこんな感じです。まだ蒸してる最中の茶碗蒸し。ドライカレードライカレーという名のチキンカレー、なんかよくわかんないカレーですね。はい、ブロッコリーをもう茹で終わりますね。こんな感じで、はい、こちら終わりです。です。とりあえず OK です。ちょうど7時です。今、ソラがお風呂に行きました。スイは何してるのかな？ノアは今友達と出かけちゃったんですけど、バラバラな夕飯時間になるかなと思います。本当にね、コアとソラは同じ時間にご飯食べられるんですけど、セイとノアに関してはちょっともろもろね、部活だったりとか習い事だったりとかそういうの込みで帰宅時間がバラバラっていうか遅くなっちゃって、ご飯が一緒に食べられないことが多くなってきております。なのでなんか本当に家族揃っていただきますってできることが本当に当たり前だと思ってたら、それが今難しい状況になってるから、本当になんかね、みんなでご飯をいただきまして食べられる幸せって当たり前じゃないんだなってすごくこう痛感してる最中なんですよ。旅行とかもそうだけどさ、普通に行けてたものがさ、どんどんやっぱ成長とともにさ、子供たちのスケジュールだったりさ変わってくるので、そうなかなかね会わなくなってきちゃうっていうのが現状です。そうなので基本的にこう丼物が多かったりとか、温めて食べさせられるものが増えてきたりっていうか、まあもともとそうだったんですけど、そういうものがほぼほぼ占めてきております。丼とかハンバーグとか、まあいつもそうですけど、温めてすぐ食べられるみたいな、朝昼晩バラバラになってるので、なんかね
夕飯もはちゃめちゃな感じなんですけど、夕飯バラバラだけど、ノアも高校を楽しんで行ってくれてるし、スイも中学校楽しんで行ってくれてるし、一緒にご飯食べれない時間が増えたけども、そういうなんか新生活を楽しんで、新たなこう時間を友達と楽しんでくれてるのは親としては嬉しい限りでございますので、みんなで食べられたらやったーっていう気持ちで毎日過ごしております。定まらない夕飯準備になっちゃったんですけど、基本的にこんな感じなんですよ。もう急遽メニュー変わったりとか全然あるし、バタバタ毎日過ごしておりますが、夕飯動画が全然ないということなので、夕飯動画好評なのかもちょっとわかんないんですけど、また撮れたら撮ろうかなと思ってます。完成が撮れたら撮ろうかなって感じなんですけど、見たままです。茶碗蒸しとカレーとブロッコリーちなみにコアのカレーはですね、おやつでジュッ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 って具をなかったかのように消していきます。入っていく。はい、ということで普通のカレーがもうこんな感じですね。ただコアのカレーはこんな感じになります。これだと食べてくれるので具はなかったことにしちゃってます。ということで、どんな動画になったかは分かりませんが、今回はまあちょっと今までお答えできなかったコアの保育園の件だったりとかをギュッとまとめてにはなっちゃったんですけど、お話しさせていただきました。今はもう本当に楽しみながらですか、笑顔で、まだ時間は短いですけど行けてるのでずっとしてます。このままね、丸2年間楽しんで行ってもらえるように、登園してもらえるように頑張ってほしいなと思っております。今コアが保育園行ってる間の時間、私家事やったりとか仕事したりとかもあるんですけど、きっと空いてる時間もあると思うので、インスタライブとかやりたいなって思ってて、その際はぜひ、急遽になるかもしれないんですけど、インスタライブとか YouTube ライブとかやっていきたいと思います。ということで、こんな感じで最後までご視聴いただきありがとうございました。私はブログとインスタ、TikTok とアンジュシャルムとパセリとイリュン、そして骨盤ベルトもまだまだ発売になっておりますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。そして完成品はこちらです。はい、夕飯こんな感じです。もう見たままですね。ポルチーニでした。繊維に確認したらポルチーニの茶碗蒸しになっております。美味しいのかはちょっと分かりません。一人分はこちらになっております。はい、ということでごちそうさまでした。バイバイ。